今ね、本編終わって、うん、今回スペシャルウィークということで、乃木坂46から白石、松村、橋本、うん、ね、来てもらって。今日は来てもらってるんですね。ね、さっきまで。今日は来てもらってるんですね。ってことは。いやー、そこがね、日村さん。ね、帰っちゃいました。いや、これは、あ、なんだ、大倉さん。大倉ですよ。大倉さん。うん。かわいいから。おはげ地蔵しか残ってないです。ああ、相変わらずの生え方ね。僕らが可愛いから見間違えた。可愛い。でも松村が可愛いって言ってました、ね。あ、みんな言ってたよね。みんな言ってたか。僕らのこと可愛い。可愛い。どうだった？勃起したろ。勃起しました、ガンガン出て。やっぱな。もう下ネタフル解禁ですから。そうですね。なんかやっぱ気使っちゃうんだよね。いや、ありましたよ。やっぱ下ネタとか言えない感じになるよね。言えない割には日村さん、包茎手術しましたみたいな、あれありましたけど、包茎って結構な僕は、結構な下ネタだと思うんですよ。包茎ってことが。で、もうこれ結構、のぎとかでも言われてるから、もう、俺包茎ってことはバレてるし、別にいいんですけど、なんかやっぱ恥ずかしいよね。あの辺の可愛い子ちゃんに、包茎って。うん。うん。そうだね。うん。ごめんごめん。うん。ちょっとノリで。まあまあ、もうしょうがないですよ。これはだって誕生日だったんだし。設楽さんはやっぱ、今回は。多めに見てくれる。多めに見ないと、ここは。誕生日だ。うん、誕生日の人にちょっと包茎とか言わないでよっていうのもね。そうだね。うん、俺誕生日だぞって最後俺怒りたくねえし。なっちゃうし。何よりも包茎の俺が悪いわけだし。でも、本当、普段からもう番組ではやってるけど、はい、じっくり話したことないから話してみようってね、うんうん、やったけど、時間が短くなっちゃったね。そうですね。やっぱもっともっと話したいなとは思いながらも、なかなかね。うん